今日は32ページの集中力についてお話しします。たまに生まれながらに能力の高い人たちはいますよね。それはフラクタル心理学では遺伝とは考えませんが、多くの方は遺伝と思っているかもしれません。それはそれでいいとしましょう。そしてその遺伝的に持っているその能力を本当にみんな高められるでしょうか。ここにやはり集中力という点が関係してきます。もし集中力がなければその能力はなかなか発達しないんです。集中力がないという原因は心の中の雑音が多いということなんですね。例えばとても能力のあることをやっている時に人にもう少し早くしなさいと言われたりすると、そこで反発してしまうかもしれませんね。そういう時はどう考えるでしょうか。いや、自分はこのペースでいいんだ、もしこのペースでやらなければミスが出てしまうとか良いものができないとか、そういうふうに考えてしまいますよね。それはもともとはただの反抗心かもしれないんですが、頭の中でそういうルールのようなものができてしまいます。つまりせっかく能力を持っていても、もしこれを早くやってしまったらミスが出る、こんな感じのルールができてしまうということです。こうなると結局発達しませんね。例えばもうちょっと頑張ればもっと能力が増えるのにという時も、もう疲れたからいいとか、そういうふうに途中でやめてしまったら、やはりそれは能力が伸びません。でもその時にもっと頑張りなさいと言われて言い訳をしますよね。だってこれ以上やると疲れるもん。こんなことがまたルールになります。そうするとずっとこのルールは一生続くんですよ。何々を無理してやると疲れる、そんな感じですね。そうすると一生懸命やるべき時にそれができなくて疲れていくということになりますから、大人になって困りますよね。ですから子供の時に作ったこういうルールのようなもの、これもそのうちに排除しなければいけないんですね。ということで頭の中の雑音を排除するということが必要になります。ではまた次回。